00分です。おはようございます。おはよう。もうすごくない？ガチ寝起き。髪もやばいっしょ。さすがにガチ寝起きなので、ちょ、水飲む時ぐらいしかマスク外しました。言えない、もう喋れない初めてなんだけど、やってみたかったんだよね、本当に。ガチ寝起きですって。やばい、あ、ピントが合わないの、目の寝起きすぎて。むくんでましたよ、今日の朝。すごく飲みますわ。マスクがね、このマスクね、いとこが作ってくれたマスクで、顔を洗った。あー、おはようございます。今日は、てか最近暑くない？寝てるとき汗だくなんですけど、私。みんなもそうなのかな。いや、マジでそうであったし、枕カバー毎日洗ってるんですけど嫌すぎて。今日も洗おうと思ってるし、そのぐらい汗が、起きた時にはってなります。そう、なんかあのね、私あんまり寝てる時窓開けたくなくて、エアコンつけない、やだよ、エアコンつけながら寝たらめっちゃさ、次の日体重いよ。あ、そう、それでなんか寝てる時に窓を開けたくなくて、なんか虫入ってくる気がするの、網で割っても。だから嫌なんだけど、でもなんか発火油となんかなんとか水となんだっけ、なんかを足してちょっと置いといて、それをカーテンにかけると虫が入ってこなくなるみたいな聞いたので、やってみようかなと思って。ハッカー油あるから今日買いに行きます。エアコンつけないよ、絶対寒いもん。いや、わかんないけど。あ、でもね、昨日初めてつけました、エアコン。扇風機つけて、あ、扇風機は足元だけつけるんですけど、そう、なんか夏って難しいから体調悪くなったら嫌だなと思って。マジ、ね、寝起きすぎてやばいね寝起き寝起き、イエーイイエーイイエーイ。終わったらすぐに髪の毛とかきれいにして、昨日何時寝たっけ、なんかお休みツイートとかしたけど、結局ね、なんか寝れなくてね、12時にしたけど20ぐらいまで起きました。ダメなし生活習慣になってきてますね、最近。特に刺身定食屋山だよ。どういうこと？マスク현대미설현대미설ガチ寝起き配信したの初めてなんですけど、
目がパチクリよ。最近またさ、あのこの前のアベマさんの NGT48 ドキュメンタリーの時以外、そのあんまメイクをしないので、自撮りはあんましてないのね。だけどちょっと待ってくださいね。このさ、インスタにも載っけたと思うんですけど、スカート、マスクの絵がクリンゴ、アニエ、アニアニアニア、ほらこれね、アイナがめっちゃ必死に撮ってくれました。ここからか、うん、めちゃくちゃ必死に撮ってくれたんです。あんまりいなくない、携帯のさアルバムをファンの方に見せるっていうアイドル。あんまりいないですよね、なかなかいないと思うんですけど。ちょっと待って、暑いな、やっぱり暑いんか、この世の中は暑い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 、夏って感じですね。いないね。3分の7っていうのは何だろうか。7分の3、7月3日、違うか、3月3日7日、違うか。暑いよね最近、痩せる気がするもん、暑いってだけで。でもさ、なんかね、昨日ね、私マスクして外歩いてたんですよ。そう、散歩しようと思って、そしたらね、気持ち悪くなって、それで途中で水飲んだので、マジで皆さん気をつけてください。熱中症的なのになったのは私初めてだったので、すごいびっくりしたんですよね。そう、でもすぐアクリ買って飲んで、まあ、全然大丈夫だったんですけど、まあ、マジで気をつけてほしい。もうね、立つのがね嫌で座り込んじゃいました。見て、髪で仰いでんだ私。そう、暑いからね、マジで最近舐めたらあかん、暑さを本当に。最近現金を使わないでクオカード生活っていうのをやってるんですよ、自分の中で。そう、なんかすごくクオカードが溜まってるから、それを使おうと思ってるんですけど、だからクオカードが使えるんだって、ほぼなんかコンビニなんですね、コンビニと松木をみたいな。最近はコンビニでご飯を買ったりすることが多いですね。あと、ありがとう、水分取ってね、ありがとう、マジで。熱い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 、ずっと暑いよこの世の中、もう夏だよ。私さ、夏派だったじゃん、最近もう夏派じゃなくなっちゃったかもしれないなって勝手に思ってます。冬が恋しいもん、マジ冬が恋しいっていうのが私的大ニュース、ビッグニュース大ニュースってヌエイディアボイティアボディアボディアボが前。最近私、てか髪めっちゃ伸びたと思いません？今自分で言うんですけど、マジでさ伸びたよね。暑いもんね、ロングヘアって。やっぱり、あ、ロングじゃないんですけど、すごい勝手になんかもうロングみたいな
自分すげえロングみたいな感じで言いますけど、ロングではないか。ロングではない。首元が熱いですもん。男性のファンの方はどんぐらいまで髪伸ばしたことありますか？やっぱ男性は髪が短いイメージがありますけど、勝手にどんぐらい、こんぐらいまであるかな、割と長めみたいな。長長くない？おはようございます。おはよう。髪マジ長い。男性こんぐらい。画質悪いですって。ちょっと待って。どうでしょう。冬はファッション的に好き。そうかも。なんかさ、夏ってさ、可愛い服たくさんあるけどさ、なんかその、なんていうの、露出とかが好きなタイプなので、露出とかするけど、でもなんかさ、その日焼けするじゃん。それを考えなきゃいけないなっていうのが足りんですよね。まあ冬もちゃんと考えなきゃいけないんだけど、でもなんか夏ほどじゃないじゃないですか。なんかもう目に見えてさ、すごい真っ赤になったりとかもないし、やけどっぽいなって感じることもないし、そう考えると冬の方がいいし、そのなんか冬はさ、寒い寒いって、あ、ありがとうだるま、なんか、あ、寒い寒いねみたいな感じでさ、すごいなんかくっつけるではないけどさ、すごい人肌に触れることがあるじゃないですか。でも夏って暑いからもうさ、あちゃーみたいな冬はさ、寒っみたいな感じだけどさ、夏はもうあちゃーこうなるじゃん、あちゃーってそれが好きじゃない。なんかあちゃーってなるとさ、すごいだるい感じになっちゃうし、それがあんまり好きじゃないかもしれないですね。あざーってわかるかな、この感じ、気だるい感じになっちゃう、どうしても。わかる、わかりますか、この感じ。あつい、見ても髪で仰いでる、音で気づいてるかもしれないですけど、その熱って感じがあまり好きじゃないですねっていう話でした。そう、冬の方が最近は、だから昨日ストーリーにもあげたじゃないですか、早く冬になれと。最近のエピの目指してるのは古着女子なんで、なんでやねんってね、オーバーオールとか着ようと思って見てるけど、人気が高い。久々に聞いたな自分の言った言葉だけど、ロッチとノイズの絡みはすごい、嬉しい、ありがとう。ロッチさんに会いたいですよ、すごく。この前のやつですごい心が温まったんですけど、やっぱり会えてないからお会いしたいなって思うし、暑いなら水着姿でショールマン配信する。これ上司だったらセクハラやで しないですし、水着暑いし、水着暑いんで、どうせならなんかヒピター入りながらやんなよとかの方がいいよはあ、でもマリナなら
やんないだろうな。やらないだろう。マリナなら優しいからって思ったけど、やんないだろう。すごい勝手にマリナが優しいからやってくれみたいな思っちゃったけど、やらないな。明日が何日、明日は何日でしたっけ。今日が25か。すごいなんかめっちゃわしづかみして頭かいちゃった。今日が25だから明日が26じゃないですか。26はね、今日が26、あ、そっか、昨日が26か。そうだ、今日が27だ。明日が28だ。明日は太郎の誕生日じゃないですか。27か。27か。27ってやば。え？すごい思考停止しちゃったんですけど、今考えてみたらさ、終わるやん7月。え、だとしたら梅雨長すぎてない？え、今年って梅雨長い？てか今梅雨？して梅雨なの？あ、そうですよ。今日お皿がね、お皿が16歳になりました。ヘッピーヘッピーバースデー。まだ梅雨明けしてないよね。え、あとどのぐらいで明けるんだろう。なんかさ、私が見たのはなんか日曜日に開けるみたいな感じで書いてあったんですけど、まだ今日もちょっとじめ梅雨っぽいじゃないですか。月末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 、今が27でしょ。28 29 30 31 28 29 30 31、4日だ。4日間か。最近はね、今年プール行きたかったんだよね。去年プール行けなかったから、ガクンって感じですね。悲しみが深いけど、例年より1週間も遅いってやばくないですか？梅雨、夏、夏めっちゃ短いじゃん。言い方が短いじゃん。夏めっちゃ短くなっちゃうじゃん。まあでもまあ今年はね、楽しめない、いろいろ制限がある夏になると思うからね、しょうがないか。今年はもう冬を楽しむ。冬もでもさ、あれだよね、絶対危ないじゃないですか。インフルエンザもあるし、そう考えた今年はもう終わりましたね。終わりましたねってやばいね、言い方。仰いであげた。プール行きたかった。プール行きたかったよね。でもまあね、全く関係ないんですけど、明日の配信は夜したいと思います。うん、夜かな、多分朝かな。まあ朝あんまコメント来ないからな、夜にしようかな。
まあ、ちょっと追って連絡したいのと、あとなんだ、あ、そう、サインがねまだ届かないっていう声がたくさんあるんですけど、ちょっとまだ必死に書いてるので、まだもうちょっと先かなと思いますが、一生懸命頑張って書いてるので、もうちょっと待っててください。何時頃かちょっとまだわかんないですね、ごめんね、髪が伸びちゃって暑い、暑すぎる、十万石まんじゅう、うまい、うますぎる。サイン届いたよ。まあ届いてる方もいらっしゃいますね、それはそれなりに頑張って書いたんで。あとね、でもまだ半分ぐらい、あ、もう書いてあるんですけど、あとちょっと、もうちょっと残ってまして、半分ぐらいの人はまだ届いてないんじゃないかなって思ってます。半分以上か。ということで、もうそろそろ30分になってしまうんですけど、サインの写真はどこで撮ったの？サインの写真はね、ね、新潟の安らぎ亭前で撮りました。前あたりで、そう、安らぎ亭の前あたりで撮りましたね。あの、なんだっけ、あれ、万代橋の、万代橋があって川がこうやって流れてるじゃないですか、あのここら辺、ちょっと分かりにくいんですけど、でそらぎ亭の前あたりで撮りました。そう、インスタにもね何枚か上げてる画像のなんか1枚といいますか、そういう感じなので、皆さんぜひそのちょっとだけお楽しみにしていただければいいなと思います。なんか作った言葉みたいになっちゃったんですけど、はい、よろしくお願いします。昨日夜さ、実はアイス食べたってさ、ツイートしたじゃないですか。それからもうさ、やばい、朝起きた芋たれやばい、そんなことある？アイスで芋たれって、私今何歳？本当に信じられないぐらいでも気持ち悪いんですけど、今胃がやられてんのよ。胃薬飲んでいこうかな、今日っていうレベルで。ノイだノイミだー。ということで、最後の時間はちょっと早く、少しをノイの寝起き、寝癖でも今日寝癖ない方ですけどね、マジで。オッケー、待って、ほんと芋たれやばいわ。アイスで芋たれる人いいにはほんとそれマジで、それな、それな、それな、二十歳なのにってわかる。アイス以外は食べたり飲んだりしてない、実は。餃子を一つ食べました。餃子でも一つだけで我慢したの偉くない？でも絶対アイスよりも餃子かなって思ったよ。でもアイスの方がなんか可愛いかなみたいな、だからなんかいいじゃんよ、なかった、言わなかったのにいいでしょ別に、ねえ、いいでしょ、いいよね。いいでしょ、全然いいよね、ありがとう。ということで皆さん、カムサハムニーだ、また会いましょう。今日は急いで準備しなきゃいけないんだ。行ってきまーす。皆さんも行ってらっしゃい。ということで、いくよ。3、2、1。